チャールズ・ウィルソン・ピールは、アメリカ合衆国の画家、軍人及び博物学者である。アメリカ合衆国の独立時の著名人の肖像画を、多産したことで名高い。フィラデルフィアに、博物館の草分けも設立した。ピールは、メリーランド州、クイーン・アンズ軍チェスターで、チャールズ・ピールとその妻マーガレットの息子として生まれた。1749年。 弟のジェームズ・ピールが生まれた。ピールは13歳の時に蔵作り職人の徒弟となった。その年季が明けた時に自分で蔵の店を出した。しかし、ピールが自由の息子たちに加わっていることがロイヤリストの客たちに知れると彼らは共謀してその事業を破産させた。ピールは自分が絵画、特に肖像画を描く才能があるとわかり、しばらく ジョン・ヘッセリウスとジョン・シングルトン・コプリーの下で絵の勉強をした。ジョン・ビール、ボードリーなど友人たちがピールのためにイングランドに渡る金を集めてくれて、ベンジャミン・ウエストの教えを受けるようになった。ピールは1767年から2年間、ウエストの下で勉強し、その後アメリカに戻ってメリーランド州アナポリスに住んだ。そこでは、弟のジェームズに絵画を教え、 弟も当時の著名な画家になることができた。ピールは、申請感もない国の政府を熱烈に支持し、1776年に、首都フィラデルフィアに行って、アメリカの著名人や海外からの訪問者の肖像画を描いた。その辞書は現在フィラデルフィアのラサール大学キャンパスにあり、参観できる。ピールは、アメリカ独立戦争のために舞台を立ち上げ、 1777年までに、ペンシルベニア民兵隊で大尉の階級を得て、いくつかの戦闘に参戦した。戦場にある時も、絵画を続け、大陸軍の多くの士官の小型肖像画を描いた。ピールは、後年に、これらの大型版を制作した。ピールは1779年から1780年には、ペンシルベニア国議会議員を務め、 その後は絵描きに専念した。ピールは画家として本当に多産だった。多くの歴史的人物の肖像画を描く一方で、ジョージ・ワシントンの肖像画でおそらく最もよく知られている。ピールのために、ワシントンが初めてモデルになったのは1772年のことであり、その後6度そのような機械があった。ピールはこの7度の機械に描いたものを合わせ、60点。 近いワシントンの肖像画を描いた。2005年1月、1779年制作の、プリンストンのワシントン等身大図が2130万ドルで売却され、アメリカの肖像画としては最も高額をつけられた、記録となった。ピールの最も著名になった絵画は1795年制作の、階段の群像であり、 ダマシエで描かれた息子たち、ラファエルとティシアンの肖像画である。この絵はフィラデルフィア美術館の収蔵品となっている。ザアーチストインヒズミュージアム・ピールは、博物学にも大きな興味を持っており、1801年にはアメリカで初めて科学的遠征体を組織した。これら絵画と博物学に関する興味が組み合わさって、 フィラデルフィア博物館となるものの設立につながり、後には、ピール博物館と解明された。これは、初めての博物館と考えられている。そこには、植物、生物及び考古学的標本の多様な収集品が、収められた。最も著名なものは、ピール自身が集めた、多種多様の鳥があり、また北アメリカのマンモスの骨も初めて展示した。 マンモスの骨の展示によってトーマス・ジェファーソンとビュフォン伯爵の間の長い議論にピールも巻き込まれることになった。ビュフォンはヨーロッパがアメリカの生物学より優れていると主張した。これは見つかった動物の大きさを通じて説明されていた。ジェファーソンは北アメリカにおける大きな生物多様性の証拠としてこれらマンモスの存在を引き合いに出した。 これらの骨をピールが展示したことでヨーロッパの関心を引き、ピールは三次元で大型の骨格見本を組み立てる方法をとり、これも注目を浴びた。この博物館はリンネの植物学分類法を採用したことでも初めてのものだった。その競争者が出土品を自然界の神秘的キーとして展示していたものとピールの博物館の間には顕著な対象があった。 この博物館は、その存在期間の間に数回移転した。時には独立記念館やアメリカ哲学会の最初の本部などいくつかの著名建築物に入っていることもあった。この博物館は、ピールが政府の予算を獲得できなかったことが大きな理由で最終的には失敗した。ピールの死後、博物館は売却され、 工業士の PT バーナムとモーゼスキンボールの間で分割された。1762年、ピールはラチェル・ブリューワーと結婚した。夫妻には10人の子供が生まれた。息子にはラファエル・ピール、レンブラント・ピール及びルーベンス・ピールがいた。娘にはアレクサンダー・ロビンソンと結婚したアンジェリカ・カ,カウフマン・ピール、ヘンリー・ボトラー博士と結婚したプリシラ・ピール。 およびコールマンセラーズと結婚した、ソフォニスバ・ピールがいた。1791年、ピールは、エリザベス・ド・ペースターと再婚した。この二人の間には6人の子供が生まれた。1795年10月15日に生まれた息子、フランクリン・ピールは、フィラデルフィア造兵所で、家庭中造主任となった。末の息子、ティー・ティアン・ラムゼ・ピールは重要な、博物学者となり、 写真の分野でも先駆者になった。1802年、娘のエリザベス・ド・ペースター・ピールが生まれ、この娘は、後の1820年に、ウィリアム・オガスタス・スパターソンと結婚した。1804年、ピールは、フィラデルフィアのクエーカー教徒ハンナ・モアと三度目の結婚をし、ハンナは、前の二人との間に生まれていた子供たちを育てた。ピールは、 ルネサンス的教養人と言っても良いくらいのものであり、絵画だけではなく、木工品、歯科技工、献眼、靴作り、および、白生術など多様な分野でその専門性を示した。数冊の著書を表しており、中でも、木星教建設に関するエッセイや、健康維持手段に関する友人への所感が著名だった。ピールはその、息子たちすべてに、 芸術家や科学者の名前をつけており、絵画を教えた。その息子たちの中で、レンブラント、ラファエル及びティティアンの三人は、独立して、著名な画家になった。ピールは連合会議大議員のナサニエル・ラムゼイやその、弟、デイビッド・ラムゼイとは、義兄弟だった。第二次世界大戦のリバティ戦 SS、チャールズ・ウィルソン・ピールは、ピールの栄誉を称えて名付けられた。 ありがとうございます。